ジェイソン・デビット・フランクは、アメリカ合衆国の俳優、総合格闘家。別名は、ジェイソン・フランク。ボニータ高校卒業。カリフォルニア州ロサンゼルス・コビーナで、パパご族の父親と白人の母親の間に生まれる。兄のエリック・フランクとは、パワーレンジャー・ジオで、兄弟役で共演している。後に、カリフォルニア州から、テキサス州ヒューストンに移住。 1994年に結婚し、子供を二人も受けたが2001年に離婚。その後、2003年に再婚。4歳から、レッドドラゴンカラテを学び、12歳で黒帯を取得。18歳で通っていた道場のオーナーとなる。19歳の時から、パワーレンジャーシリーズに、トミー・オリバー役で出演し、人気を得る。同作の映画版、パワーレンジャー。 映画版ではほとんどアクションシーンをスタントなしで演じたとされる。1994年に闘争訓道という武術を考案。この武術にはパワーレンジャーのアクションスタッフだった坂本孝一の影響があるという。2010年1月30日にアマチュアの総合格闘家としてデビューし、同年8月4日のプロデビュー戦ではホセロベルト・バスケスと戦い、勝利した。 2013年にスカイダイビングの自由落下中に最も多くの松の板を破壊したとしてギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。